はい、服部剛のポエトリーサロン、今回でおかげさまで5回目になりました。頑張って、詩人の皆さんの、ね、魅力を伝えていきたいと思いますが、今回も素敵な詩人が、登場してくれます。初めましてなんですよね、私にとっては。ポエトリー、言葉スラムジャパン、全国大会決勝まで進んだ、素敵な詩人です。内藤奈美さん、どうぞ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうも、はじめまして。はじめまして、私、服部剛と申します。内藤奈美と申します。よろしくお願いします。本当にね、言葉スラムジャパンの仮想 地方大会というので、まず聞かせていただいて、とても印象に残ったんですけど、全国大会でもね、本当に素晴らしい詩と朗読を読んでいただきまして、なんというかですね、まあ、内藤奈美さんは、ダンスをやってたというところから、言葉の表現に出会っていった、そのプロセスというか、のあたりちょっと聞かせていただけますかね。はい、そうですね、最初はそのダンサーとして詩人の方 その朗読に合わせて踊るっていう、その企画に、うん、あ、そうだったんだ。から初めてこう言葉の方々との交流が始まったっていうのがありまして、そこからですね、もともと言葉っていうものには興味があったりとか、自分が好きだったりをしたので、そこから なぜかいつの間にかではないんですけれども、はい、自分もそちらにっていう流れになりました。あ、最初は言葉は興味あったけど表現としてはなかったところから、ね、それ興味深いな、出てくるんですね、やっぱりそういう自分の能力とか才能に結ばれていくと、言葉が芋づるのように出てくるわけですね。まあ、全くなかったというか、自分でその例えばノートの端とか日記じゃないですけど、そういう形で言葉を書くっていう行為はしてたんですけど、その人に見せるものじゃないと思ってたので、もう完全に自分の中のものだけっていう趣味みたいな、ものとして持っていたものを、なんか外に出してもいいんだっていう、ちょっと自信をもらうきっかけになったというか、やってみるっていうようなのが、その詩人さんと交流をさせてもらった時に、そうですね、生まれたところですね。あ、そっか、なるほどね。やっぱりそのダンスをしてて、詩人さんたちの表現を見て、自分も言葉を出していいというふうに変わっていく瞬間があったわけですね、その中にね。なるほどね、わかりました。本当ありがとうございますね。まあ、でも前回ね、前々回来ていただいた青木健二さんっていうね、ポエトリーリーディングでも、活動をたくさんしている詩人の方、やっぱりライブやながら身体表現だっていうことを言ってましたけど、やっぱり内藤奈美さんの中にもダンスと詩人両方やられている中で、言葉も身体表現って感覚もあったりするんですかね。やっぱつながってるのかな。そうですね、まさしく言葉というのは、声っていうふうに置き換えると特になんですが、体の一部分というものであると思ってます。で、それがその最初に出会った詩人さんの先輩が言っていた言葉で、声というのは一番遠くまで響かせる、届けることができる体の一部分だっていうのを、面白い、そうなんですよ、その詩人さん、深澤沙織さんというんですけど、深澤沙織さんがおっしゃってて、それで、あ、なるほどって思ったのが、今でも自分の中でこう真ん中に持ってるものではありますね。あ、実際に出会った深澤沙織さんの詩人の言葉って、はい、そういう出会った人の言葉って大事ですね、左右しますね、すね、表現にね。私が多分初めて出会った詩人さんだったので、はい、よくしていただいて。なるほどね。まあ、そんな内藤奈美さんですけど、結構日頃は散歩が好きだということで、はい、まあ、コロナ禍になっても散歩ならば、できるというか、まあ、コロナ禍ゆえに散歩で気づくこともあったりとか、どんなふうに散歩は楽しんだり味わったりされてるんですかね。ですね、基本的にはもう本当に、好きに歩いてるのは、ちょっと運動がてら体を動かすっていう意味でも、行くんですけども、音楽を聴きながらとか、でその時の気分に合わせて音楽のこう、なんていうんですかね、ジャンルとかも変えたりとかして、で歩いていく中で、その自分が見ているもの、景色が移り変わっていくっていうことが、結構自分の中ではとても大事
で、それがこう言葉の表現だったりとかにつながっていったりっていうこともあるし、そうですね、今イメージをつないでいくようなことが私の中ではとても大事なんだと思います。じゃあ風景、移りゆく風景を見ながら、やっぱり詩人である内藤奈美さん、ダンス、ダンサーである部分もいろいろ表現の中でやっぱり生きることとつながってる感じなのかな、感覚的にね。そうですね、はい、少しずつこう関連しているっていう感覚はありますね、なるほど。じゃあそんな感覚をまたぜひ朗読で伝えていただくということで、今からすいませんね、私が舞台に行きますので、後から来ていただければと思います、はい、直ちに今セッティングしますんで、はいはいはい、これまた貴重な朗読をね聞かせていただくことになりますが、はい、はい、そうです、ベンズカフェの舞台にね、内藤奈美さん初登場でね、以前たくさんの詩人が読んだベンズカフェの舞台です。どうぞ、内藤奈美さんの朗読です。2001年6月、世界はおもちゃ箱になった。夜を飛ぶ。生まれた街があんなにも美しいということを私はそれまで知らなかったのだ。地上に広がる揺らめくオレンジを忘れない、なんてことのない夜景だったのに、それは手の届かない透明な光だった。距離を越えて帰ってきた私を引き裂いたのは、けれど他でもない、その隔たりで、絶望なんて大げさなものじゃない。ただそこに横たわる無感情と無関心を育ててしまったのは自分自身だ。美しい夜は上空から見なければただの街の明かり、街灯はただただ白く目の奥を刺すから、視野狭窄、方程式なんてなくても不在は証明される。誰かを愛していますか？大事なものがありますか？もしいなかったらおかしいですか？あなたの性別はどちらですか？それは二択で問われることですか？この年になってとかいろいろと思うけれど、言われるけれど、その基準はどこにありますか？つないだ点で線を引く、レッテルという言葉の張り紙、聞こえない声に耳を塞ぎ目を閉じる。間違っていますか？私は、あなたは間違っているのですか？いないんです。私、透明だったんです。それが始まりなんです。そこから始まったんです。今もどうなのか分かりません。残そうとも思いません。あなたの通り過ぎる日常の風景の一部でいいんです。言葉は音声でいい、体の一部であって、それもいつかは消えてしまうものだから。2001年6月、世界はおもちゃ箱になった。あの時、たったひととき、それでも世界は美しかった。夜は忌み嫌うものなんかじゃなかった。そのことも少しだけ知っている今は。ねえ、あなたはそこにいますか？私はここにいますか？不在の証明、内藤奈美でした。ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。
素晴らしいですね。どうでしたか皆さん、ね、内藤奈美さんの詩人の声をありがたいことにお届けさせていただきました。ポエトリーサロンでね、本当に、じゃあね、今ちょっとこれまたセットして戻ってきていただきましょう。忙しくてすいませんね、内藤さんね、あっち行ったりこっち行ったりね、ゲストを連れ回すようかのようなポエトリーサロンですけどね。はい、ついていく感じが新しいです。新しいね。そうですね、楽しいです。こんな感じでやらせてもらってます。カメラワークについていく。そうだそうだ、ありがとうございます。広い心で本当に参加していただきましてね。いや本当でもね、でもダンスから始まって言葉は外に出す、最初ゼロだったって表現だった。そうは思えないような内藤奈美さんの中にね、今まで眠っていた詩人っていうものは、やっぱり今の朗読からも見えると思うんですけど、やっぱりポエトリーリーディングってなんか、このなんかレッテルって言葉もね、詩の中に出てきましたけど、それをある意味人によって表現は違うけど、剥がしていって自分って取り戻す部分も人によってはあるし、ポエトリーリーディングの詩人の中でも、そういう意味で、なんだろうな、この不在の証明っていうのはですね、非常に興味深いと。だから、なんでしょうね、あれですね、だから、朗読してる、聞いてる誰か、それはライブ会場の隅っこにいる一人かもしれないし、パソコン画面の向こう側にいるかもしれない、やっぱりそういう人をやっぱ想定してるようなところがあるのかな、表現者として。そうですね、それはもう踊りをやっている時から、意識をもし続けていることではあるんですが、やはりその観客の方というか、見ている方、聞いている方、その画面の向こうであっても、そこにいる方っていうのを想定した上で、自分がじゃあどう、こう見せていく、聞かせていこうかなっていうのを考えるというのがベースにはやはりあるので、それはそうですね、今までやってきたことから学んできたものだとは思います。やっぱりね、最後の朗読してくれた あなたはここにいますかって問いかけも、本当に聞いてる人にちょっと日常と違う次元の声で語りかけてくれてるかのような問いかけですよね。だからまあそういう意味でポエトリーリーディングっていうものでもね、詩というものもある意味でコミュニケーション対話であるような感じがしましたが、存在不在の証明って興味深いんだけど、内藤奈美さんが詩人として存在してるなって思う時って、なんか存在してるってどんな時なんでしょうね。本当に自分があるんだな、生きてるんだな、言い方はそれもう自由でいいんですけど、無茶ぶりの質問ですよね。思い浮かぶのはいいくれてね、はい、そうですね、逆にこう存在をしていないところから多分私自身が始まっているのです。無のような、そうですね、なんかそれをどうやって言葉にしていこうかとか、まあ、体でも表現していこうかっていうことがずっとあるような気がしているんです、まだちょっと自分のことを探り中なんですけど、はい、しているので、なんか、まあ、もちろんその例えばこう KSJ 言葉スラムジャパンとかの言葉のスラム大会に出たりして、よし勝てたっていう時があったりすれば、それはもちろんその時のこう興奮だったりとか、やった生きてるみたいな感じがあるとは思うんですけれども、その自分の表現の中では基本的には多分その不在、いないというところから始まっているんだろうなっていうのは今自分の中でなんとなく持っています。テーマのような、なるほどね、無から探求している中でその自己探求のような今話もありましたけど、そのプロセスも視点を通して提示して共有している部分もね、ありますよね。そんなかっこいいものがわからないですけど、僕はそんな今そういうふうに受け取ってる人もいるかもしれない、受け取る人によってね、いろいろ受け取り方はあると思うんですけど、そんなことすらも想起させるような、非常になんていうか楽しみな、いろんな可能性を感じる朗読をありがとうございました。じゃあ最後にちょっとお知らせ等あれば、ちょっと、お願いします。1分くらいですいませんが、はい、はい、今その KSJ 言葉スラムジャパンの、関連プロジェクトとなっているんですけれども、東京言葉オンラインオープンマイクという、オープンマイクの、オンラインイベントをやっております。で、コンセプトとしては本当日本の方もちろんもう、国内の方もそうなんですが、海外の方も参加することができる、そしてその
いろんな国の方を交流することができる場所というのを、うん、提供していきたいなっていう思いがあって、言葉サロンジャパンの海木由里さんを中心に、うん、立ち上げたプロジェクトがあります。で、毎週のように、Zoom もしくは今アプリケーションの、クラブハウスでやっておりますので、うん、ちょっとご興味ある方いらっしゃったら、でももう全然本当に皆さんいつでも好きに参加していただければと思うので、うん、日本語で読んでいただいても大丈夫ですし、うん、はい、なので東京言葉オンラインオープンマイクという、うん、ワードでぜひご検索をいただければと思います。ぜひ、素晴らしい。ポエトリーリーディングももともと海外だったけど国際的につながり始めているってことをこの中においてもね、素晴らしいです。内藤奈美さん、再来週も来ていただける、再来週っていうか次回も来ていただけるということですね。はい、ありがとうございました。いろいろ興味深いインタビューでした。ありがとうございます。あ